じゃあちょっと一回切りまーす。エンディングも変わりましたか？エンディング、オープニング。ん？サンデーシャープじゃなくて、エフェクト？今の、あの、前半のサンデーシャープの。あ、変わったっけ？そうしたっけ？曲が変わってる気がしますね、後ろの。あ、そう。もうなんか、いつもやってることだから、もうわからんさ。あ、そうだっけ？あれ、違うかな？久しぶり、向こう久しぶりにだけ言ってたな。FX って何か分かった？分かんない。しょうがないな、放課後居残りだな。先生、優しく教えて。沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフターショー。沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフタースクール。この番組は投資の学校沖縄トレード学院の提供でお送りいたします。FM 小座をお聞きの皆様こんばんは。ユーストリームツイキャスをお聞きの皆様もこんばんは。時刻は日本時間午後8時30分を回ったところです。沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフタースクールの時間になりました。 FM 小座をキーステーションに全世界3局ネットでお届けしております。あ、いつものやつやるの忘れた、もう一回やりますね。はい、沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフタースクールの時間でございます。これも癖になっちゃったね、やんないとね。何のこっちゃ。はい、この番組は投資の学校沖縄トレード学院の学院長私親川正明が普段はなかなか聞けない投資や FX、その他の話題を通じて皆様の収入アップを応援する番組でございます。この番組へのメッセージ、疑問質問等々、まあ、あの投資に関係なくてもいいです。まあまあフレンドリーに、はい、やりましょう。、はい、メッセージ等々もお待ちしておりますのでね。はい、メール761@fmkoza.jp、 メール761@fmkoza.jp まで、メッセージをお送りください。それからあのユーストリームツイキャスとかもね、あのやってますよ。動画で配信してます。FM コザのホームページに行きますと動画の配信もやってます。やってます。はい、やってます。はい、ツイキャスね、今メッセージちょうど来てますんで読んでいきますね。そうですね、いっぱい来てるな。タロスケさんからお世話になりましたということで、はい、先週来てたんですよね、あの本土の方からタロスケさん、あの FM 小座のリザナさんですね。それから、すいません、ちょっと僕平竹和王子拍手ということでありがとうございます。はい、こんなゆるい番組でございますのでね、はい、どうぞお付き合いくださいね。はい、はい、今日のゲストはですね、はい、私親川正樹と もう一人、いらっしゃいます。では自己紹介どうぞ。皆さんこんばんは。こんばんは。沖縄県那覇市で簿記スクールをやっております松堂と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。松堂さん久しぶりだね。どうも久しぶりです。久しぶりだね。はい、松堂さんのね、簿記とかファイナンシャルプランナーのプロの先生でもあると同時に、あの当学院の FX 未経験者コースの、はい、講師も
をしておりました、はい、だいぶお久しぶりでございます。お久しぶりです。忙しかった？はいはい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ですね、今日のラインナップ、実はですね、今までフリートークでゲストさんもね結構多かったんでフリートークでやったんですけども、はい、先週からのゲストというよりは、まあ、僕一人で語ることが多くなりまして、結構コーナーをですね設けております。はい、で、ですね、先週からの流れで言いますとですね、恋トレってあったの覚えてます？はい、懐かしの、はい、投資の話をですね、分かりにくい投資の話をですね全部恋愛に例えて言うっていう、はい、恋トレっていうのを昔去年かな、はい、実際沖縄でやってたんですけどね、冗談半分で女性限定で、そしたらなんか何を皆さん勘違いされたのか40名ぐらい女性来まして大人気でしたね。大人気だったんですね、はい、それの、はい、今ラジオ版を先週からちょっと始めているので。なるほど、はい、そうですね、恋トレラジオバージョン、はい、後で、やっていきます。それから今日の自治ネタということで、ちょっと、もう本当に後半の後半はちょっとだけね3分ぐらい、はい、今日のちょっと僕がネットから拾ってきたネタを、はい、ご紹介します。はい、今日のネタとしてはですね、要人発言と値動きということで、まあ、実際ね偉い人が何か言ったら、ドル円の値段とかバーって動いたりするんで、その関係のことなのかちょっと3分ぐらいは、はい、お話しさせてください。はい、こんな構成でお届けしていきますよ。はい、この番組はですね、沖縄トレード学院の提供で、お届けいたしております。で、沖縄トレード学院のちょっとだけ宣伝させてください。はい、私親川が学院長を務める投資の学校でございます。投資未経験者から投資経験者の方まで FX 投資を通じて幅広く投資が学べる学校でございます。で、今実際に、スクールを始めても今、1年経って、まあ、生徒数卒業生が120名から130名おります。で、前回のクラスだと、まあ、利益を出している人が8割、 80% の人が利益を出して終わってると。で、まあ、20% の人はね、残念ながら利益を出せずに終わったんですけども、はい、でも利益を出せなかった方でも、まあ、なぜ利益が出せないかっていうのを分かった上での行動だったので、まあ、時間をかければね、はい、短期集中のコースだったんで、時間をかければ多分、まあ、大体みんな利益が出せるようになると私は思ってるんですけども、すごいのが来た今回。おお、まあ、毎回ね驚かされるんだけど、はい、今回もすごいの来たよ。はい、まず松尾さんがね、はい、初めに来た時に、はい、生徒として初めに来た時に、はい、20連勝してすげえって言ってたでしょ。はい、要は20回投資して全部利益、はい、ね、すごいって話でしょ。で、その次来たのが170連勝よねすごいすごいよね。すごいですね。だってスマホとかマウスを170回押したらお金入ってくんだよ。うん、そんなすごい。これはね、正直僕でもできないです。たまにね、そんなとんでもないなんか化け物みたいな人が来るんですよ。はい、でも本人は全くの初心者で、はい、いや FX で楽しいですねっていう。おお、素晴らしい。もうほんとね、なんか才能が開花しちゃう人がいるんですよで、そして、なんだっけ、3ヶ月で100万ね、利益を出した人もいましたよね、女性でね。はいはいはい、数々の伝説を生んだ人がいたんですけど、はい、次のはもっとすごいよ。もっとすごい方がいるんですか？今回のすごい人、100万円が2ヶ月で472万だったんだよ。 4.7 倍ですか？2ヶ月、そう、2週間だよ。2週間、うん、2週間で100万円の資金が472万になったんだよ。もう残念だけどね、僕はその人を超える自信はないわへー、うん、不思議なもんで、僕、まあ、これは別に僕パソコン講師の時代からそうなんですけど、僕が大体関わった生徒って僕を抜いていくっていうのが大体定番なんですけどこれはちょっとね追いつけないかなと思ったね、正直。はあ、うん、すごいわ。すごいですね。すごい。へえ、うん、そう、だから本人がね気づいてないだけなんだよね、才能を。うん、だから自分なんかはこうしなさい、ああしなさいっていう風になんか型を押し付けるっていうことではなくて、うん、まあ、本人が儲かる方法が一番儲かる方法なんで、うんうん、そういった、まあ、逆に、まあ、やっちゃダメだよ集は結構ある。あ、はい、これをやったら破産しちゃうよとか、うんうん、こうやってやったら損しちゃうよっていうのはもちろんね正確にお伝えしますけど、まあ、利益の伸ばし方についてはもう人それぞれでいいんじゃないかっていうのが僕のポリシーで、うん、だから卒業する人みんなねやり方違うんだけど、はい、それでも80% の人がね、80% の人が利益で終わってるんで、はい、まあ良かったなと。すごいですね。そうそうそう、1年でね、1人ぐらい来たらいいかなと思ってたのに、ね、120名も来ちゃって、はい、まあ、で結果ね、出てるんで良かったなと本当に思います。はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、あ、メッセージも来てますので、ちょっと読んでいきますよ。はい、僕平地区はおじさん、よろしくお願いしますということで、あ、ありがとうございます。すいません、僕名前呼びにくくてって言ってるんですけど、いえいえ大丈夫です。
パーソナリティの私もよく噛むんでね、お相手ということでよろしくお願いします。はい、あと太郎介さんから、単純な質問ですが、簡単に投資ってできるんですか、やったことないから分かりませんということで質問いただいてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、簡単ですよ。だってあれですよ、今動画ね見てる人には画面も直接お見せしましょうね。ちょっと待ってください、今スマホ撮りますから実際に見れるわけですね。そう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 、動画の方はねスマホで見れますからね。今、はい、動画の方見たわけですけど、 iPhone 僕持ってますよね。 iPhone ね、動画の方 iPhone 持ってますよね。で、証券会社に接続するアプリがあるんで、これ接続しますとね、したら今1ドル何円って出てるわけですね。はい、でボタンを押すんですよ。でボタンを押す、はい、ボタン押した。そしたら、ボタンを押したらですね、でこういう画面が出るんですけど、はい、赤と青のボタン2つしかないんですよね画面ね。今動画で見てる人はよくわかると思うんですけど、赤と青のボタン2つのボタンが画面に並んでるんです。で今からドルが上がるなと思ったら赤い青いボタンを押して、今からドルが下がるなと思ったら赤いボタンを押す、これだけです。簡単でしょいや超簡単です。で、FX 会社、株でもいいんですけどね、株でも FX でも何でもいいんですけども、そういった取引をするのには証券会社、銀行口座みたいに口座を作らないといけなくて、その手続きが早かったらそれこそ1週間とか3日とか、遅くても2週間以内にはそういった口座を作ることができます。で口座を作ったらもうそういうソフトがあるんで、パチパチパチっとやるだけです。はい、始めるのは本当に簡単。ただね、儲けるとなると、すごいこう人によって分かれてくるところではありますね。これが投資の世界です。はい、CM の後にまたねじっくり、はい、ご紹介しますからね。はい、はい、この番組は沖縄トレード学院の提供でお送りいたします。一旦 CM でございます。沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフタースクール、はい、CM 中でございますよ。あれですか、新しい方もいらっしゃいますか。今日みたいにね、新しいリスナーさん、すごい。そうそうそう、投資はね簡単なんですよ。簡単に始められるんですけどね。あと簡単に儲かるんですよね。投資は簡単に儲かります。ただね、継続して儲けるっていうのがねちょっと難しい、難しいというか難しいと思う人もいる。あといくらから投資できるんでしょうかって質問来てますね。太郎介さん、練習だけだったら0円でできますよ。0円でデモトレードっていうのがありますからね。はい、ゲームと一緒です。仮想で100万持ってることにして練習っていうのができます。沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフタースクール、はい、毎週水曜日夜8時30分からは沖縄トレード学院プレゼンツ FX アフタースクールの時間でございますよ。はい、今日はパーソナリティ学院長の親川と、それからゲストの、はい、どうぞ。簿記講師の松堂です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。早速質問も来てますんでね、はい、ご紹介していきますよ。太郎介さんから、単純な質問なんですが、簡単に投資ってできるんですか、やったことないから分かりませんと、いうことなんですけども、はい、CM の前にねちょっとご紹介した通り、投資って本当に簡単にできます。それこそ1週間以内に口座作って、投資できますよっていうことですね。それからいくらから投資できますかっていうことなんですけど、練習だけだったら0円でできます、無料ね。株の場合はちょっと難しいんですけども、 FX の場合はデモトレードっていうのがあって、無料でね、証券会社が本当のね、本物の値動きと同じような動きをする、状態で、仮想で、ね、あなたが100万円持ってるっていうことにして
ね、ゲームみたいに、ね、あの仮想のゲームの中で100万円をいくら増やせるかとか、そういったことのなんか練習ができるようになってます、はい、で一応、まあ、当学院のおすすめとしてはいきなり現金ぶっ込むっていうのはやめた方がいいよって言ってます。あの、まあ、自信があったとしてもね、やっぱりあの継続して利益を出すっていうことが重要なので、あの、まあ、とりあえず初めやってみて、デモトレード、ね、無料でやってみて、まあ、1ヶ月利益出た、2ヶ月利益出た、3ヶ月利益出た、そんだけ十分自信がついてからでも全然、始めるのは遅くないよっていうふうに、まあ、ちょっとご指導させていただいてます。なんですかね、FX は逃げないですからね、うん、逃げるやつだったら早く捕まえなきゃいけないですけどFX って逃げないんで十分上手くなってからやる方が、まあ、お金ね、お財布にも優しいですよっていうことですね、はい、そしてですね、はい、ちょっと新企画ということか、というか、そうですね、先週からやってます、このコーナー行ってみたいと思います。恋するトレード学院、恋トレー、はい、恋するトレード学院、恋トレということで、はい、これ何かって言いますとですね、はい、私親川が難しい投資の話を恋愛に例えてやるというおバカな企画でございますよ、はい、で今日のテーマなんですけども、今日の恋トレは、トレンドとレンジという投資用語があります。もう一回言いますよ、ね、トレンドとレンジ、この言葉について恋トレで説明していきたいと思います。で、まず普通に説明すると、これトレンドとレンジっていうのは何かって言いますと、トレンドっていうのはよくね、洋服なんかでトレンドってあるじゃないですか。洋服なんか流行流行りとかね、今日は今年は青が流行ってるとかね、はい、そういうのがあると思います。それと一緒で、価格が一方方向に動き続ける、まあ、値動きの状況をトレンドと言います。まあ、例えばドル円がね、1ドル100円っていうのが、1ドル100円です。明日は110円になりました、101円になりました、次の日は102円になりました、次の日は103円になりましたと、どんどん値動きがね、もうどんどん上昇し続ける。あるいは、1ドル今100円です、次の日になったら99円になって、98円になって、97円になって、どんどん値下がりが続いている。このように値動きが一方的なことをトレンドと言います。そして逆に今日は100円だけど明日は99円で明後日は101円でって値動きが定まらない状態、ね、このことをレンジと言うんですが、これ恋トレ風に言うとどうなるかって話なんですよね、はい、松尾さんやってみる恋トレトレンドとレンジをちょっと恋愛風に男女の中で例えてちょっとやってみてください全く想像つかないです。あ、そうですか気持ちの、そうですね、盛り上がってるかどうかって感じですか。ああ、そうですね、まあ、僕もそういう感じに捉えてるんですけど、はい、まあ、平たく言うと一途な人と浮気性な人だと思ってるんですよ。あ、はあ、はあ、うん、一途な人ってまっしぐらでしょ、はい、ね、まっしぐら一人の、ね、男性にね、もうありったけに全力でわーっていくでしょう、はい、ね、男子もね、そうだと思うんですけど、で、逆に浮気性の人っているでしょ、はい、あっちの女にも手出す、こっちの女にも手出すっていう浮気性な人がいるでしょ、はいはいはい、で、どっちがお得ですかって話なんです、これお得、そう、お得、ここが重要ね。トレンドはいいと、レンジもいいと、はい、ね、一途もいいと、浮気性もいいと、で、どっちがお得なんですかって話なんです、はい、どう思います。松尾さん、どっちが好き、どっちのタイプになりたい。は一途ですかね、やっぱり。なんでなんで浮気性だとなんでダメなのそう、そこ重要。浮気症だと、うん、修羅場が待ってますじゃあ浮気症、そうか浮気症だと修羅場が待ってるのか、はい一般的にはねそうだなですね、修羅場待ってるわなあのね、そうそうそう、まあまあそういうことあのね、じゃあ逆に浮気症のメリットってどういう、なんかある、メリット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 、短期的に、うんうん、まあ、いろんな方を見れるというか、そうね、なんか、うん、まあ、男性で言うと女性が切れない、はい、まあ、女性で言うと彼氏が切れない、はい、そういう感じですよね。はいはいはい、これでイメージで言いますと、まあ、トレンドっていうのは、まあ、一方方向に価格が動き続ける、一方方向に思い続けるっていうことと全く一緒で、はい、一人のね、まあ、例えば彼氏とか彼女とずっとね、一緒にいたいんだっていうことのことなんです。でもね、同じ人とずっといるとどういうことが起きるかっていうと、楽しい時もあるけど楽しくない時ってあるじゃんあるよね、はい、喧嘩するじゃん、はい、喧嘩の一つもしたら別れ話の一つも出るじゃん、はあ、はい、ね、もうこいつとやめようかなみたいな、はい、浮気しちゃおうかなとか、ネガティブな考えがやっぱ出る場合もあると思うんですよね、はい、うん、で最悪の場合は本当に別れちゃったりするんだけど、うん、だけど結局仲直りしてまた
で逆にね仲直りしたら絆が強くなってじゃあ次のステップっていくじゃないですか、うんうん、だからこれがトレンドね、はい、一人の人とずっと長く付き合うね安く買ってずっと持って高く売るみたいなねそういうイメージ、はい、でも欠点は仲が悪くなるときって絶対あるから、はい、そこが耐えられるかだよねうんうんなるほどそうだからトレンドを追う要はつまり一途な人を思うっていうことは長期戦なんだなそう長期で持っていかないといけない、はいうん、でそれに対して浮気性な人はどうなのかって話なんですよ。うんで浮気性な人っていうかまあまあ簡単に言うと浮気性っていうとね言葉悪いんだけど要はまあたくさんの女性とかたくさんの男性にアプローチする人は悪いのかって話ねうんでもさっき言ってたみたいに短期的に見たらそんなに悪くないんじゃないかっていう話なんですよ。なるほどねだって男性が切れない女性が切れないいつも楽しいじゃないですかうんいつも楽しい なんかね要はその悪いことあったら次のとこに行けばいいわけだからねうんそう、まあ、本当に割り切るってそういうことだからね、はい、でもねこれはまあ確かに一見良さそうに見えるんですけど、はいまあ、欠点があって例えばその A さん B さん C さん D さん4人と付き合ってますと、うん、で A さん B さん乗り換えた B さんから C さん乗り換えた乗り換えいっぱいするんですけどでも A さんと長く続けてたら実はその他の人と付き合うよりももっと楽しいことが待ってたかもしれない、はい、あーとかあと、まあ、たまたまですけどB さん C さん D さんとねわーって いろんな人と付き合ったんだけど、はい、相手も相手で浮気症であね、はい、こっちがなんか別れる前にあっちからしょっちゅう別れさせられたりとかねうんなるほどそうそうそうやっぱりいいことばっかりじゃないんだなうんそう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 だそういうことを考えるとやっぱ一長一短なんですよね、はい、一人の人と長く付き合うのもメリットデメリットがあるし、はい、あのね男女をコロコロ変える人もメリットデメリットがあると、うんうん、でちなみにですけども投資の世界ではあのそのね、じゃあ一途な人が有利なのか浮気性が有利なのかっていう話なんですけど、はい、基本的にはねレンジが7割って言われてます、はい、つまり、まあ、あの価格がねフラフラする、うん、要は上がりもしない下がりもしないっていう状況が、70%、はい、で逆にもうどんどんイケイケどんどんで価格が上り続ける状態はだいたい 30% ぐらいって言われてますね、うん、時間にすると、はい、ただこれあくまで時間にするとなので実際その儲ける幅、はい、さっきね A さんとだったらどこまでもいけるって話したと思うんですけど、トレンドで取引した場合には要は価格がねもう必ず上昇するんだともう上昇する方向にしかかけないっていう風に考えた場合に負けが多いんですよねとにかくねさっき言ったみたいに7割負けるからね、はい、でも残りの3割はめっちゃ勝つんですよ、はい、めっちゃ利益取れるんですよ、うんうん、でしかも手間がかからない、はい、要はフラフラしないからもうずっとね同じ方向だけ見てればいいから楽なんですよね、うん、そういう意味では、まあ、トレンドが有効っていう人もいるしいや逆にいやいやどうせね安くなったら勝って高くなったら打ってを繰り返した方が儲かるでしょうって、ね、これレンジって言うんですけど確かに 70% の期間はこれで儲かるんでうん、まあ、それで取引する人もたくさんいます、はい、ただ欠点は売買回数がどうしても多くなるので手数料をたくさん払わないといけないですね証券会社に、はい、1回あたり取引するコストですね、まあ、要はたくさんの女性男性と付き合うといっぱいお金払わないといけないのと一緒ですデート代がかさむよっていうことですなるほどそうそうそう一緒に住んでたら同棲すりゃいいじゃないですか、うんねデート代もだいぶ減るでしょでもいろんな人と付き合ったら同棲できないじゃないですか、はいね、バレるでしょ、はい、修羅場ですね修羅場待ってるでしょ、うん、だからそう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 だからまあねコストがかかるからまあ大変ですよっていうことなんですけど、はい、まあこれもね投資の世界は正解がなくてどっちがいいんじゃなくてどっちが自分に合ってるかってことなんです、うんそうどっちが儲かりますかってみんな聞くんです違うんです、はい、どっちも儲かりますしどっちも損します、うん、大事なのは自分が一途な人になりたいとか一途な人が楽だなと思ったら一途になればいいし、はいうん、自分が浮気性だなと思ったら浮気な人になればいいんですだって浮気性なんだからしょこんな治んないよそんな人はいそう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 まあね、それでまあね一途な人は一途な人と付き合って浮気性の人は浮気性の人と付き合えば世の中ハッピーになるんじゃないでしょうかっていう、はい、こういうオチでございます、はい、すごい分かりやすいですねあれ本当はい、はい、ありがとうございますありがとうございます、はい、今日の恋トレはですね、トレンドとレンジ一途な人と浮気性の人でした。
ではちょっと一変変わりまして、今日の自治ネタちょっと軽くね 1,2 分ぐらいご紹介しますよ。はい、今日の自治ネタですけども、要人発言と値動きということで、まあ、ロイターっていうね、ロイター通信社からニュースをお届けします。はい、米アメリカですね、アメリカ連邦公開市場委員会 FOMC と言ってますけども、 FOMC では政策金利の引き上げが焦点となります。これ明日あるのかな。はい、第一四半期の経済指標を吟味した結果、連邦準備理事会 FRB が6月は金利を据え置くことを示唆している。まあ、ただ雇用や賃金、消費支出の改善により年内の利上げが正当化されたかどうかは今後判断する必要がありますと。日本時間18日午前3時に公表される FOMC の声明により、委員らが前回4月の理事会から米経済がどう進展したか、労働市場は継続的に改善していると見ているかが明らかになりますということで、はい、ニュースちょっと読んできました。まあ、これだけ見てると何のことやらさっぱりっていうことなんですが、要はですね、偉い人たちが国の方向性を決めようとしてるんですよね、簡単に言うと。もうすんごい平たく言うと。でそれによって、ドルが値上がりしたり、ドルが値下がりしたりっていうことが起こります。こういったことを要人発言って言ったりするんですが、今月ちょっと値動き激しかったね。まず第一金曜日は雇用統計か、はい、雇用統計で1ドルが、1ドル114円、あ違うな、1ドル123円か、123円が125円ボーンってなったりとか、日本の黒田、ね、日銀の黒田さんが、ね、一言ね、もう円安もうええんちゃうって、もう円安ならないよって一言言った途端にバーンって2円下がるとか、結構ちょっとなんですか、今月値動きが荒い感じですよね。はい、で、ただ今週はまあ、みんなこの FOMC の発言待ちでみんなおとなしい、価格が一定のレンジ相場になっております。はい、だから今週は浮気症の人が儲かると。なるほど。ただこの FOMC が決まると方向性が決まってくるので、はい、まあ、ここから先はトレンド相場になる可能性が非常に高いので、一途な人が儲かる可能性が高いのかなという見立てでございます。はい、方向性が決まればね、だってそこについていくだけでいいですからね。そうそう、なんていうんですか、これから出世しそうだなって男見つけたらずっとくっついていくのがいいじゃないですか。そういうことですね。はい、でその今見極め期間です。なるほど。こいつは出世するのか、それとも別れた方がいいのか、みんな見極めてます。見てるんですね。そう、見てる。見てるから、そう、浮気してる。いろんな人をね。そう、いろんな人をちょっかい出してる。今ちょっといろんな人ナンパしまくってるみたいな。なるほどね。そういう相場になってますね。まあもしくは家に閉じこもってね、誰とも付き合わないってこう決めつけてると。あ、そうかそうかそうか。まあそうそうそう。投資に関してはそういう発想でございますね。はい、はい、あ、メッセージいただきました。ありがとうございます、太郎助さん。分かりやすくて面白かったですということで、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ちょっとこんな変な番組でございますが、はい、どうぞどうぞ、引き続き毎週水曜夜8時からやってますからね。はい、ぜひぜひご参加くださいね。あ、それからお、あ、そっか、すいません、メールが来たと思ったら見え見えあゆだった。次のもう見え見えあゆさんの番組人気だからね。メール来たと思ったら大体その次の番組なんだよね。はいはい、ということで、はい、次の番組は、はい、見え見えあゆさんの、はい、なんかいい、面白い、すんごいいつも面白い番組なんでね、ギャラリーさんも来る人気番組ですので、FM コーダチャンネルは、ぜひそのままにしてくださいね。はい、あと松尾さんの、よかったらホームページの情報を最後にお伝えお願いしても。はい、ありがとうございます。はい、ネットでインターネットで松戸簿記と探していただければ、ホームページあるいは Facebook ページも出てきますので、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、松尾さんね、簿記検定、とかに関しては本当にプロフェッショナルなので、はい、もしなんか簿記をね受けられる予定があるんだったら、ぜひぜひ松尾さんのスクールおすすめしますよ。それから沖縄トレード学院では、まあスクールですので受講生を募集するところなんですが、残念ながら今3ヶ月以上待ちの状態でございまして、今すぐ入ることはできません。ですがですね、沖縄トレード学院で検索していただきますと、さまざま情報出てきて、もしかしたら次のね、受講生募集のご案内出るかもしれませんので、はい、ホームページ沖縄トレード学院、沖縄トレード学院で検索をしてみてください。いろんな情報載ってますよということで、はい、今はやってる10万円からどれぐらいお金が増えるかっていう挑戦ということで、10万円 FX っていうのもやってますが、ただいま3ヶ月で10万円が46万円になっております。まあ、目標の100万円まであと少しというところですが、さあどうなんでしょう。すごい、99万でいきなりダメってなるかもしれないしね。まあ、それはありえますもんね。そうそう、ありえる
るからね、それは分かんないんだけども、うん、はい、そういった面白い企画もやってますよ。はい、お相手は、沖縄トレード学院学院長の親川正明と簿記講師の松堂でした。はい、ではまた来週、さようなら。さようなら。